見ました。うん、会場には言いました、奥さん。これだって輸入してもらったんだろうけど、どういう風な設備で買ったんですか。インターネット、インターネットで知り合ってですね、まあそれでどうしてもこのオイルが入ってます、トランスミッションで、この下がエンジンで、発電機がついたエンジンですので、エンジンがかかると発電しながら回ってくれるっていう。かっこいい。それこそ子供なら乗れそうな。そうですね。まあ室内もすげえすげえ。で、まあ室内灯も中つきますんでね、結構メンテナンスする時も、まあ、今は暗いですけど、ライト今ついてますけどね。あ、本当だ。どれなんですか。はい、これが11位から前。どれなんですか。下、下。真ん中。上ね。下の。はい。あ、春山さんとおっしゃる。はい。そうです。こちらに。これだって手元に来てから制作が完成するまでどのくらいですか。実際に飛ぶまでに至っては、そんなでもないですけどね。何回ぐらいのフライト、何回目ぐらい。発電機とは、まあ、発電機とは、僕の意味でもありなの。そうです。要はこう、ラッパ状に開いてます。こっちの円の直径と、円の直径が全然違う。開いてる。実機もそうなんです。あ、そうなんですか。で、実機もこれが斜めに、こっちが暗く合いで丸くなって、で斜めにこれもなってます。下も。で水平尾翼も斜めに。それってあれですか、ハントルクの打ち消しを。だからテールに負担かけないようにも、垂直前進速度してる時に、はい、こうこちら平らな面で弱い、前から風来た時にどっちに行くかっていうのを計算して作ってる、うん、これも磁気と同じように作った。あ、じゃあテールの押し出しの補助を そうですしてくれるんだ。つまり口は意味ないですけど、前進してる時は。だからこれもね、飛ばしてると、あの前進してると逆にトルク負けの方にグーッと押してると、やばいですね。そんなにつくんだ。かなり、だからどうしてもこれ左っていうか右に行こうとするんですけど、前にから風が。ですからかなり、右に打ってないと、それゼロピッチにしない。これ左回転ですから。これもテールも、あの一枚一枚ピッチ全部変えれるんですよ。だからものすごい、あの整備とか点検は、まあ、今までのちょっと模型の領域も、ね、そうですよね。大変です。あ、後で渡します。あ、でもあれかな。